皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。皆さんお元気でいらっしゃることを願っています。第106回全国高校野球選手権第12日、準々決勝大社に、八神村学園、2024年8月19日甲子園。大社は神村学園に2対8で敗れ、1917年以来107年ぶりの4強入りはならなかった。 1> 第1回地方大会から出場を続ける、解禁15校の準決勝進出となれば、1961年準優勝の党員、和歌山以来だったが、あと一歩届かなかった。エースマニュアユタ投手、3年は大粒の涙を流した。2対2の5回無視1・2塁、ベンチスタートだった初戦から3試合連続関東のマニュが3番手でマウンドに立った。 カウント2月2日からの7玉目、夕頃に打ち取ったが、閉殺を狙った2塁高橋翔は3年の早急ミスで勝ち越しを許した。さらに7回に1市から死球でランナーを許すと、ここから4連打を浴びて5点を失った。エースはマウンド上で悔しげな表情を見せた。マニワは11日の初戦の報徳学園、兵庫、 千で137玉、15日の創生館、長崎、千で115玉、17日の早稲田実る、西東京、千で149玉を投じた。上村学園戦では5回91球、4試合合四計492球の熱闘だった。八強唯一の効率高が巻き起こした快進撃。その主役は間違いなくマニワだった。 下向き黒三角間には優太投手自分が抑えられなくて申し訳ない気持ちです。いろいろと蘇ってきて涙が止まらなかったです。声援は感謝しかないです。だからこそ勝てなくて申し訳ない気持ちでいっぱいです。勝つことで島根を元気づけられると思っていたので申し訳ないです。疲労は疲労はなくて準備不足だったと思います。抜かるんだ。 地面に対応できなかったな、と。動画をご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。